1ヶ月のサッカーニュースを振り返る JFA マンスリーリポート11月編。日本バレーをコンセプトにデザインされた日本代表新ユニフォームのお披露目となった MS&AD カップ2019なでしこジャパン対南アフリカ女子代表。なでしこジャパンは20分コーナーキックからこぼれたボールを最後はキャプテンの熊谷紗希選手が決めて先制する。さらに41分岩渕真奈選手のパスから菅澤結花選手が決めて2対0。エンドの変わった後半も試合の主導権を握り、追加点こそ奪えなかったが相手にも得点を許さず2対0で快勝した。一方サムライブルーは11月14日に 2022FIFA ワールドカップカタールアジア2次予選でキルギス代表と対戦。アウェーの慣れない環境に苦しんだサムライブルーだったが、南野匠選手が相手キーパーに倒され PK を獲得。これを41分に南野選手自らが決めて日本が先制する。さらにエンドが変わった後半、ペナルティーエリア手前で遠藤航選手が倒されフリーキックのチャンス。キッカーは原口元気選手。これが決まって2対0。この2点を守りきり日本がワールドカップ2次予選負けなしの4連勝を飾った。そして11月19日サムライブルーはキリンチャレンジカップで南米の強豪ベネズエラ代表と対戦。キルギス戦からスタメンを8人入れ替えて臨んだこの試合、サムライブルーは早くも8分に先制を許してしまう。するとこの後も立て直すことができず失点を重ね、前半だけで4失点大量リードを許す苦しい展開となる。後半持ち直し、69分に途中出場の山口蛍選手のミドルシュートで1点を返すが、反撃もここまで。1対4で敗れたサムライブルー、多くの課題を残す結果となった。11月13日キリンチャレンジカップへ向けてトレーニングキャンプ中だった U22 日本代表が広島の平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花をした。そして平和について考えるブルーピースデイズプロジェクトの一環として、全国のファン・サポーターから届けられた折り鶴を選手たちが代表して献納した。その U22 日本代表は11月17日キリンチャレンジカップで U22 コロンビア代表と対戦。堂安選手、久保選手がスターティングメンバーとして出場した日本だったが、0対0で迎えた47分、コロンビアに先制ゴールを決められてしまう。さらに59分にもカウンターから追加点を決められ2対0。ホームのサポーターの前で何とか意地を見せたい U22 日本代表だったが、ゴール前に攻め込みチャンスを作るもののシュートは決まらず。結局最後までゴールを奪えず0対2で敗れた。ブラジルで行われていた FIFA U17 ワールドカップ、11月6日にラウンド16でメキシコと対戦した日本だったが、大会屈指の強豪相手に0対2で敗れ、ベスト8進出はならなかった。第26回全国クラブチームサッカー選手権大会決勝は FC 淡路島が FC 古賀を3対1で破り、大会初優勝を決めた。皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会、2回戦では岡山県作陽高校がジェフユナイテッド木原千葉レディースを破るジャイアントキリングを起こし、3回戦へ駒を進めた。11月24日に最終日を迎えた
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2019、いわき FC が決勝ラウンド1位となり JFL 昇格が内定。また高知ユナイテッド SC が逆転で2位に入り JFL 昇格内定を決めた。 JFA 第16回全日本女子フットサル選手権決勝、バルドラールレースラスボニータス対 SWH レディースフットサルクラブ。0対0で迎えた37分、浦安はゴール前のこぼれ球を平井成美選手がシュート。これが決まって浦安が先制。この後浦安は最後まで守備の集中を切らさず1対0で逃げ切り、チーム誕生18年目にして悲願の選手権初優勝を達成した。高円宮杯 JFA U18 サッカープレミアリーグ2019ファイナルの会場では国内大会決勝デジタルスタンプラリーキャンペーンを実施。全日本 U15 サッカー選手権大会及び皇后杯全日本女子サッカー選手権大会の決勝戦と合わせてスタンプを3つ集め、抽選に応募していただいた方の中から10組20名様に2020年1月1日に国立競技場で行われる天皇杯 JFA 第99回全日本サッカー選手権大会決勝のペアチケットをプレゼント。詳細は jfa.jp へ。日本サッカーが世界に勝つために様々な角度から検証を分析していくテクニカルリポート。今回は FIFA U17 ワールドカップブラジル2019に出場した U17 日本代表森山義郎監督を招き、ラウンド16で終わった今大会を元日本代表水沼貴史氏と共に振り返る。U17 日本代表のグループステージ初戦は UEFA U17 欧州選手権の王者オランダ。試合序盤はオランダに押し込まれた日本だったが、36分69分と桐生第一高校のエース若月大和選手がゴールを決めると、77分、5月の FIFA U20 ワールドカップにも出場した西川潤選手が決め、欧州選手権の王者を3対0で下し、日本はワールドカップ白星スタートを切った。グループステージ第2戦は初戦セネガルに敗れているアメリカ。日本はオランダ戦で1得点2アシストと活躍した西川選手をベンチに温存。前半は両チーム互角の戦いを見せスコアレスドローで折り返すと、日本は後半57分に西川選手を投入し攻撃の活性化を図る。しかし決定的な場面を作るものの得点には至らず引き分けに終わった。第3戦はすでに2連勝でグループステージ突破が確定しているセネガル。他会場の結果により各組3位の成績上位4チーム入りが確定していたため、最終戦を前に決勝トーナメント進出が決まっていた日本、スタメンをアメリカ戦から5名変更してこの試合に臨んだ。前半はスコアレスで終えると、後半65分に西川選手、81分には若月選手を投入し日本は勝負に出ると、83分に藤田ジョエル千葉選手の縦パスから西川選手が反応し、角度のないところからシュートを放ち先制に成功する。その後鉄壁なディフェンスを見せる守備陣の活躍もあり、1対0でセネガルを破り、日本は3試合連続無失点でグループステージ首位通過を決めた。あのオランダ、はい、してやったりみたいな。いやもうまさか1点差勝利をイメージしてたんで。あ、そうなんだ。まさか、まあ、引き分けでも OK で、まあ、1点差で勝てるようなこともあるかなっていう感じだったんですけど、まあ、こうはまあ前の選手だって強烈じゃない、はい、で、まあ、日本のコンディションがどれだけは分からないけども、はい、まあ、初戦に合わせていったっていうのはあるでしょ。
うちらもあのでも そこまではメンバーも固定せずに、直前のナイジェリア戦とサンパウロ U19 戦も、もうメンバーぐる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 回して全く固定せずに、ブラジル入ってラスト3日ぐらいは固定して、初めて固定して完全にオランダ対策で3日間過ごしたって感じ。どの辺を対策したの？最初は結構圧倒されたじゃない、はい、結構危なかったでしょ。あ、危ないシーンが2つぐらいありました ね。そこしのいで少しずつ自分たちのリズムを持っていけたけど、はい、あれでやられたらもちろん分かんないし。そうです、ね、どんな対策を練ってたの？かなり試合は見込んでたんで、まあ、どの試合も決定機をかなりたくさん作るし、シュートは必ず相手の倍以上、まあ、見た試合全てデータ的にも打ってたんで、まあ、特徴的なのは3枚あのボランチが横に降りて3枚でビルディングアップしてアンカーとこの4人で、あとサイドがかなり高い位置取って、もう中4人ぐらいここあの縦パス入れてこっから変化を起こしてみたいな、まあ、あるいはサイド振って相手が釣られたところを斜めに走ってみたいな、もうちょっとこうしっかり対策しなかったらボコボコやられるような感じはあったんで、いろんな状況を想定してかなりやりました。前からのプレッシングもそうだけど、はい、その中盤のところで森山監督が田中、はい、もうガツガツいってゴリゴリいくみたいな、はいはい、あれはオランダ対策のチョイスなの？そうですね、まあ、そあのボール相手が握るときにはあの握られるときには絶対有効だと思ってたんで、うん、もうオランダ戦はもうまさに そういうイメージだったんで、あそこの取り方はもう完全にハマったもんね。そうですね、点にも絡んだしね。本当彼は出色の出来というか、もう本当にググッと伸びてきた選手ですし、まあ、今年になって初めて呼んだ選手なので、うん、でまあ、彼とハンダが、ね、最終的にはメキシコ戦出れなかったのが守備的にかなり痛ではあったんですけど、まあ、オランダ戦は彼の本当中盤の守備力から結局2点目も彼の、うんね、彼がグーッとガブガブってボール奪ってそうかガブガブって言ったの？いやガブガブですね本当にああいう選手が日本から出てくるっていうのは、まあ、湘南の子なので、うん、点を取れた、まあはい、その3点と取れた要因というのが、はい、まあ、若月があの背後を抜け出す、はい、あと西川がちょっと降りて受けたとこからスルーパス出す、うん、あの縦関係っていうのは相当やってたの？いや、やってない、やってないというか、あうんなんだ2人の、もうほとんど彼ら2人がやった時間はない。最後のエクアドル遠征が初めてで、あ、そうだった。その時は西川ちょっとコンディションが悪かったんで、ずっと連戦で疲労蓄積筋肉トラブルとかで、うん、ほとんど、まあ、出場時間が少ないような感じで、今回はちょっと準備期間が長かったんで、かなり体のケアとかもしてコンディションが良くなって最初から行けたん でそういう意味でほとんど合わせたことがないけど、まあ、ほぼその若月 その特にオランダが攻撃的に両サイド高く上げて、この脇のスペース背後は若月が必ず取れるところで、その抜けたとこのこのスペースで、もう西川にこのスペースでボールを受けろっていう話はしてたんで、まあ、ここはもうその西川のオンのクオリティとその若月の背後の抜け出しがうまくはまったという感じですね。特にあれトレーニングしてたわけではないです。もう2人がまあそうやって崩してきた、ただ それぞれの特徴を生かすような配置はしたというところですけど、でも中盤で言うとそれこそ藤田もそうでしょ、今年でしょ、はい、もう本当に、新潟国際だから8月から、あ、そうだね、はい、中学2年ぐらいからずっと目はつけてたんですけど、ずっとラージグループに入っててなかなか追加できなかったんですけど、まあ、僕がたまたま見に行った、リーグ戦の試合でかなり良かったんで、これはもうちょっと呼ぼうって呼んだら、もう呼んだ2日目ぐらいにベテランみたいな存在感、すごいですよ、コミュニケーション能力あるね。いや、まあ、素晴らしいです。もう本当にもう試合中監督、あのピッチの中にいる監督みたいですね。あ、そうなんだ。いや、高い声でもうすごい遠くから聞こえますよ、あれーあれーかーなーってすごい素晴らしいですね。まあ、1戦目勝って、はい、アメリカ戦で、まあ、少しメンバーを変えて、はい、0-0、これはどういう評価だったの？いや、びっくりしましたね。あのアメリカが10番を外して、守備的な選手を
置いて全くもう背後のスペースを消しに来たんで、アメリカがこれするかってだか相当恐れられて、まあ最大限にリスペクトしてもらえ、まあそんなことは多分今までなかったことだと思いますけど、日本代表チームが、はい、まず若槻背後に走ろうとしても背後がないぐらいの引かれ方しちゃったんで、で僕らはまあスカウティングでこの10番のレイナという選手はやっぱり今大会でも目玉になるぐらいのそのオンの突破力とかあったんですけど、彼のサボり、そこつけみたいなところ、そのスペースが絶対つけるっていうスカウティングしてたのに、おいおい真面目に戻ってるよ、真面目にみんな真面目にすごい守備頑張ってきたんで、ね、ベンチの中でもおいおいって感じだったの。いやいや、まあでも予想はちょっとしてたの。僕はあのスカウティングのそのテクニカルのやつとかとも話して、俺絶対引いてくる、引いてると思うよっていう話はしてたんで、まあ多少ありましたけど、そこまで徹底して10番外したり してやってくるのはちょっと予想外なぐらい引いてまし、引いてきましたね。終わってみて、みんなもちょっとがっくり、あ引き分けで来てたんだけど、いやいや待てよお前ら、2試合で勝ち点4だからまあこれは悪くないよって、ワールドカップだよこれなただね、アメリカに引き分けてみんながっくりするぐらい、こうなんか俺らやれるんだみたいな、あオランダに勝った自信がやっぱりそういうメンタルを生んでる。そうですね、まあ準備段階でもワールドカップに出るエクアドルに行って、うん、エクアドルに 3-1-4-1 で勝ったり、うん、でナイジェリアとも直前にやって勝てたり、うん、確かにあのオランダ戦でもうどこでも来いやみたいな、そういう気持ちにはなってたと思いますね。セネガルは、まあ、あの時はもう決まってたじゃん、上に行けるということは、はいはい、まあ、僕らのモチベーションはアメリカ戦で引き分けてがっかりしてすごいよねたので、選手にもお前引き分けてもがっかりするんやから絶対勝って、ね、気持ちよく試合終わって決勝のトーナメント行きたいなっていうところで、まあいい状態で決勝トーナメント行く、だから最悪負けたとしても、うん、まあ、相手はスペインになる予定だったんですけど、まあ、それでも OK、 強いチームとやりたかったんで、まあ、それはそれで、まあ、ただスペインフランスと来るんでそこはもう本当に覚悟を持ってっていうところだったんですけど、ただ、まあ、それでもいい、結果としてはそれでもいいなっていうのは、この年代の選手たちが一番強い山に入っていくっていうのはすごいいいことだなと思ってたんで。2011年以来4大会ぶり3度目のベスト8入りを目指す日本の決勝トーナメント1回戦の相手はメキシコ。チームのエース西川選手、オランダ戦で2ゴールを挙げた若月選手はスタメン出場。試合序盤動きに硬さが見られメキシコに迫られるも、ゴールキーパー鈴木選手の活躍もありスコアレスで前半を折り返す。後半は日本がボールを保持、ゲームを優位に進めていく。しかし57分に今大会初の失点、さらに74分に追加点、結局2対0で敗れ日本はベスト16で今大会を終えた。試合開始前はもう絶対いけるよみたいなムードだったのが、なんかあれで本当に熱を冷まされたぐらいのパッションが逃げたな、いやぐらいのすごい雨だったんで、なんかこうふわっと入っちゃったっていうのはよく聞くけど、はい、そういうんじゃないんだね。もう消極的でしたもんね、やっぱりあの横横みたいな、まあ、ハンダがいない分縦パス入ったところに行かない、下がる、うん、シュート打たれる、うん、とこから始まっちゃったんで、でその後もね、なんかスルーパスされてセンターバックの真ん真ん中をすり抜けられたり、見たことない、ずこの、ね、何ヶ月かで見たことないようなシーンが3回ぐらい連続したんで、どうしたもんかと思いましたどうやって修正したの。いやいや、もうボールに行けては言ってたんですけど、もうそのボールに全然行けてなかったんで、失点した場面も2人センターバックいて、その間から、まあ、足も出てなかったしね、はい、はい、ああいうとこなのかな。そうですね、もうあれは、まあ、村上が悪いわけじゃないですけど、うん、やっぱり半田
鈴木もハンダじゃないとこでなんかねこうで普通だったらバシーンとこうやれてるところがなんか2人でふってこうあどっちが行くのかな、どっちが行くのかな、どっちが行くのかなってそのまま打たれちゃったんで、そこはまあ特に2失点目その9番の選手にやられた場面では旗からのクロスで若月が振り切ってドフリーでキーパーの目の前で空振りしたボールをクリアされて、そっからの失点だったんで、でもあの2点目のシーンはやっぱり日本の課題を全て出した。どういうことですか？いやまずはそのまあクロスの質は良かったと思うんですけど、まあ決めきれない、でそっから漏れたボールがまあ実はあのサイドバックの子がコントロールミスして相手に渡ったボールを3人で囲んでるんですよね、で3人で囲んで取りきれない、それがスポーンと縦にワンタッチで入って、まあ、いいボールが入ったんですけど、それこっち2人いて行ききれない、うん、2人で翻弄されて9番に間で打たれた、打たれるっていうね、それはなんか課題の部分、なんかちょっとやれてた部分がやっぱり課題として出てたかっていう、なんか凝縮されたみたいな、はい、そうですね、日本の課題が凝縮、あれ1対1になってないとおかしい場面、うん、で1対1になったらおそらくもうだいぶこっちボール持ててたし、相手の疲労とか実際ね最後の15分ぐらいも完全に仕留めれるかぐらいの感じで追い込めたけど結局向こうも負けてるからね、うん、引いてるわけなんですけど、向こうには9番がいて、まあ日本には残念ながらそういう9番タイプ、ね、なんか試合終わってからその9番がいる、はい、日本はやっぱり9番がいない、はい、やっぱそこはこうこれから育成のところでは大事になってくるっていう、はい、トップらしいトップがいない日本って、いないですね、なかなかいないですね、でも点が俺が決めるみたいなやつが、まあ、ほぼいない、やっぱ日本の子って、まあ、体格的なところで言ってもそうですし、その何でもできる、うん、オールマイティーな子がどうしても育ちやすい部分もあるんで、どうしてもそういうふうに指導者が持ってってるかな、何でもできるような子っていうか、でもそもそもそういうこう9番タイプのようなやつも少ないですし、性格、そうですね、それもあるし、でももしかしたらちょっとこっからそういうのを専門性とか、まあ、発掘とかも含めてちょっと取り組まないといけないかなっていうことは、まあ、前なかったっけ、ストライカープロジェクトみたいな、ありました、あったよね、だいぶ前15、16年前にありましたね、あったよね、はい、今回ねやっぱり本当に思ったのは、あのメキシコ戦、決勝トーナメント1回戦でメキシコ戦で普通に勝てると思ってたんですね、うん、俺も思ってたね、はい、実際はやっぱりあそこでギアを1個上げれる、あ向こう世界はメキシコはこの5大会で4回ベスト4以上なんですよ、うんうん、だからもうあいつらその上がってからの戦いを知ってるわけですよ。実際僕らの試合と次の韓国戦もオランダ戦もフリーキックで勝ってるんですよ、うんうん、で PK で勝ってるんですよ、うん、でメキシコすごいなと思ったのは、各年代のリーグ戦とかで勝敗に関係なく PK 戦とか入れる、もう今は分かんないですけど何年か前まで今もやってるかもしれないですし、それは国際大会出たら必ず PK 戦があるから、そこで勝ち抜くためっていうことで今回もオランダに勝って決勝まで上がって、じゃあ選手権の PK 戦の文化も悪くないで、日本の、はい、悪くないです、僕一発勝負の文化も絶対必要だから、それがちょっとこうその一発勝負のところのギアを上げれなかったのがちょっと大きな敗因の一つかな、うん、あの僕終わってからブラジルのサッカージャーナリストの記事を読んで、その日本はまあグループリーグでベストのチームだったと、 でもミスを犯したと、うん、それはあのブラジルではなんか決しもう絶対負けられない戦いというのはまたまたっていうらしいんです、うん、その殺すか殺されるか、やるかやられるかみたいな、そういうゲームだと、うん、でその準備ができ日本はできてなかった、トーナメントに入って、はい、だから僕それいろいろこういろんな記事とかいろんなこと言われましたけど、それが一番
なんか、あその通りって。いやでも、いつか、いつかっていうか、もう次大会では成し遂げてほしいけど、8破って4行って、はい、チャンピオンになって。今回本当残念っていうか、そこまで行ってもおかしくないぐらいのものがあったので、すごい残念だ。次は覚悟を持ってトップの土台を作って、そこも本当になってるわけですから。やる気は、元気とやる気一番大事、気合はあります。元気、やる気、勇気大事、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。